すけチャンネルです。今回はですね、前にお話しした話とちょっと被る部分はあると思うんですけれども、下地塗りが大事ですよっていう話をしたいと思います。その時にですね、やっとくといいのが、ぼかしですね。ぼかしが大事になってくるんですね。下地塗りはですね、色鉛筆画に限らず、水彩画、油絵でも皆さんね、必ず下地塗りをします。で、その下地塗りの時にですね、薄く、薄塗りができれば、その上からこう書き込んでいくというね、方法を、取ればいいんですけれども、薄く、っていうのはですね、先日もまで開催してました、色鉛筆画講座でですね、初心者の、生徒さんを見ていると難しいんですね。どうしても、こうタッチが残ってしまうんですね。俺の言う薄塗りっていうのはもうタッチの残らない、もう本当に薄くね、色がついてるかついてないかぐらいのサラサラっとね、色をつけるぐらいが薄塗りなんですけども、なかなかね、初心者の皆さんにはそれが難しいようで、でそこで、じゃあどうすればいいかというと、その話はちょっと以前の動画で言ったのかな、例えば、水彩色鉛筆だったら、水で溶けますのでね、水で、ちょっと、その水性色鉛筆をこう溶かして、色をつけると薄くなります。油性色鉛筆使ってる人は市販の文房具画材店に売ってるものですとメルツっていうね、ピンク色をした、ぼかし液っていうのが出ます。もしくはこれも俺の動画の方でお話ししたかと思いますけれども、油絵の具用に使ってるそのね、必然ですが、油を溶かすための、油で、ね、揮発性の石油製品なんですけども、それで、普通の油性色鉛筆が溶けるわけです。 それで、下地塗りをするといいんです。じゃあ下地塗りして、ぼかすと何がいいかっていうと、薄塗りですとね、ある程度の色にするまで逆にね、色がついてるかつかないかぐらいの色で、塗るにしてもね、何回か下地塗りの重ね塗りっていうんですかね、それをこうしないと、いい発色もしないんですが、水性鉛筆を水で溶かすとか、あと油性鉛筆を、油性の鉛筆を非線油で、油でね、溶かすと、1回でいい色が出るんです。でそこからですね、少し乾き加減で、今度書き込んでいくと、例えばですね、猫とか犬などの動物の、毛並みですとか、人間のこの髪の毛ですとか、いい全然ね、違うんですよ。ただ単に色鉛筆で下地、例えば色鉛筆の場合、色鉛筆で下地に塗りした色よりも、じゃあちょっとですね、どんな感じになってるのかちょっと試してみましょう。あらかじめ、ちょっと下書きしてあります。適当なんですけどね。はい。じゃあそれではですね。はい。じゃあこちらに用意しましたのは、水質、水筆ですね。これはですね、ここに水が溜まるようになってまして、要は、筆ペンの、墨汁が入ってない版ですね。中にこれ自分で水を入れて、ここを押すと少しね、よいしょ、この先が筆になってまして、ここから水が出るようになってます。でですね、じゃあ今度は、はい、これは水性色鉛筆。こうやって塗ってもいいんですけどね、ここに、溶けますので、こうやってね、色鉛筆に、水のついた筆でやるとこういうふうに色が出ます。こうやって、あとはもうここから先は水彩絵の具と一緒ですよね。こうやってちょっと濃すぎたかもしれませんけれども、ちょっと色を塗ってみますね。これは
茶い米茶ぐらいですかね。横にしてみましょう。はい、まで少し乾かします。今ちょっと乾かしてる間にですね、隣で、じゃあちょっと同じことやってみたいと思います。今度はですね、先ほど言いましたあの、色鉛筆だけで薄塗りってちょっとやってみましょう。どのあこれちょっとあれか、じゃあ こっちがね、ちょっと油性の色鉛筆でやってみますね。油性の色鉛筆で下地塗りをしてみます。かなりね、力抜いて、ね、色をつけてます。ちょっと分かりやすいように面積を多くね、ちょっと色をつけてみますけれども、こっちの色はほらあの水彩絵の具と同じように、もうね濃い色がマークできましたけど、こっちはまだ薄いですよね。また隣ぐらいにの濃さにするにはまた上から重ねて、濃くしていかないと、ねあのいい色が出てきません。これがまず下地塗りの段階です。これで2回塗りですね。でもうちょっと濃くしたい場合にはさらに3回とかってね、こういうふうにサラサラサラっとこうね、まあ、ムラにならないようにこう色をつけて、こうやってねぼか色をぼかしていくわけです。もう強く乾くんだったら、まあ今ちょっと芯が丸まってますけども、こういうふうにね線見えてますでしょうか。はい、でこうやってね下地塗りができていれば、ここからこの上からですね、あまだちょっと乾いてないですかね。これ今水性の、色鉛筆ですとあの溶けちゃいますけど、今これは今度は油性の、色鉛筆使ってますのでね、上からこうまだちょっと乾いて、もうちょっと乾いてないので、もうちょっとね乾いた方がいいですけれども、こういうふうにですね、まあ、もう水性鉛筆とかですね、簡単にね、下地塗りできちゃうので、もうここからあとはあの色を使ってねこう描き込んでいくわけですが、あの見てください、こっちのねで同じようにこういうふうにやった、ほらこうサラサラとしたその色鉛筆のね特徴で、まあ、ちょっと下がねこれ紙が画用紙なのでね、ちょっとあの下のね、紙の地肌が出てるからこんなねこうムラになってるようにねこう見えるんですけども、こういったまあこれはあのこれでね柔らかい感じが出てくると思うんですけど、こういった
ものよりはもう、ね、ちゃんとうまくぼかせれば、もうね、下が字が濃いので、仕上がりがね、全然こちらのものと違ってくると思います。っていうか思いますじゃなくて違ってきます。こうやってね、あとはここから、まあ、いろんな色を使って書き込んでいけばいいわけです。ね、ということで、まあ、色主に、まあ、まず今日は色鉛筆の方でお話ししましたけれども、こうやってねぼかしが大事なんですよというお話でした。そうですね、まあ、ぼかしはだから色鉛筆に限らず、まあ、水彩油絵もね、まずぼかしてその下地の色をつけてっていうのが最初ですので、まずこあの色にね深みを出すために必ず下地塗りはやってください。ということで、この動画がね、面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。